キャットフィッシュはアメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名はナマズにちなんで命名された。アメリカナマズセールフィンプレコマナマズキャットフィッシュは1944年1月6日にコネチカット州グロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1944年11月19日に JJ クローリー夫人によって命名。 浸水し、1945年3月19日に、艦長ウィリアムウェイ・オバートン少佐の指揮下収益する。収益後キャットフィッシュは1945年5月4日に、ニューロンドンを出港し、6月29日に、新樹湾に到着し、訓練、及び新型機材の搭載を行った。7月23日、キャットフィッシュは、最初の、そして唯一の紹介で、 日本近海に向かった。8月5日にグアムに寄港後、7日まで特別訓練を行った。8月8日、キャットフィッシュはアプラ港を出撃し、レッドフィンに続いて九州沖での嫌い布施区域を発見する特別任務に従事した。先に任務に従事していたレッドフィンが九州の南側と西側を担当しており、キャットフィッシュは東側を担当した。 任務は8月14日から開始されたが、翌8月15日に戦闘停止命令が下され、キャットフィッシュは海上偵察及び救助任務のため公開に8月30日まで派遣された。9月5日、キャットフィッシュは40日間の行動を終えてアプラ港に帰島した。キャットフィッシュは西海岸に向かい、9月29日にシアトルに到着した。 本国に戻ってからのキャットフィッシュは、サンディエゴを拠点として、西海岸沿いの活動を行い、二度の極東巡行を行った。その巡行では模擬紹介を行い、第七艦隊の支援活動に従事した。1948年8月から1949年5月まで、キャットフィッシュは、グッピー、通回収が行われ、先行時の速力及び耐久性が増強された。 朝鮮戦争が勃発すると、キャットフィッシュは再び極東に展開し、国連軍支援のための紹介を行った。1950年10月20日に帰国すると、サンディエゴを拠点として活動した。その後キャットフィッシュは、西海岸の沖合で、予備役兵の訓練演習を行い、カナダ軍との合同対潜水艦船演習や、極東への巡航を行った。 キャットフィッシュは1971年7月1日に退役、同日除籍されアルゼンチンに売却された。アルゼンチン海軍ではサンタフェと改名され任務に就く。1982年のフォークランド紛争でサンタフェはイギリス海軍の攻撃を受け放棄された。イギリス海軍はサンタフェを捕獲したもののその修理には 多額の費用がかかることから放棄され、サンタフェはサウスジョージアのグリトビ県で解没処分された。キャットフィッシュは第二次世界大戦の先行で1個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。